石川屋の里にひっそりと佇む社、新雪を踏みしめる靴音が弱とした空間に響く。祀られているのは天照大神。実は天の岩戸伝説がこの地にも伝わっているのだ。天照が治める高間ヶ原で狼藉を極める弟スサノオ。天照は怒りのあまり岩屋に閉じこもり、世界は闇に閉ざされた。その入り口を塞ぐ岩戸まで徒歩30分なのである。とはいえその道のりは長く険しい。